クラウンスタジアム。カモン、プレイヤーズ。中日ドラゴンズからは一昨日のゲームに続きまして、このゲームでもキャプテンの菅原翔太選手登場いたします。対しますカープですが、歌う恋のキャプテン伊勢加裕二選手ですけれども、非常にピッチング面が優れておりまして、ナイスピッチ率ここまで 81.3% は佐伯さんリーグ1位です。はい、そうですね、このナイスピッチ率っていうのはね、この素人の私が見ても分かるように非常に引き込まれる、実際の、映像と同じような感じのね、はい、あるんでね、楽しみにしてます。シュキーンというね、シャキーンという、はい、音が、ね、気持ちいいですよね。菅原がこの第5節は2試合目の、登場ということになりますけれども、今シーズンまだ勝利がないんです。まあ、なんとしても、まあ、キャプテンとしていろいろ背負ってきた今シーズンではありますが、キャプテン対決を制して今シーズンの初勝利を手にすることができるかという一戦になります。ではここでオーダー完了の合図が鳴りました。両チームのスターティングオーダーを発表いたします。こちらです。さあこうなりまして、ドラゴンズの方なんですが、2番ポスト注目してください。 OB の荒木さんがいます。さあその他ですけれども、堀池さん、はい、どのあたり注目ですかね。そうですね、カープの高倉捕手がこうやってスタメンで起用されてますね、今日は。調子がいいからの起用だと思いますね。このカープはだいたい相澤キャッチャーで、それも4番ポストに据えているというのがカープの一つの定石でしたよね。そうですね、まあ、そういう起用が多かったんですけれども、まあ、絶好調ということでの起用なのかなと思います。はい、さてこの試合では大賞の看板直撃でご覧の豪華プレゼントがございます。お楽しみに。それでは参りましょう。 e ベースボールプロリーグ第5節、中日ドラゴンズ菅原翔太選手対広島東洋カープ伊勢加裕二選手、試合開始です。プレイボール。第4節が終了した時点で B クラスが確定してしまった中日ドラゴンズ、対しますは第5節、おとといの第1戦で引き分けに終わったことで E クライマックスシリーズ進出の可能性がなくなってしまったという広島東洋カープの一戦になります。ただ佐伯さん、はい、まあ、そういった立場に置かれている両チームになりますが、あと2試合、はい、ね、今シーズン、後悔のない戦いをここでは見せてほしいですね。そうですね、チームとしての、ね、はい、目標というのはちょっと、なくなってしまいましたけどもね、この将来未来の自分のための、ね、モチベーションというものをしっかりと持って、この両者ともテンションをしっかりと上げて戦ってもらいたいですね。いい試合を期待しています。堀池さん、まずマウンドドラゴンズですが、大野雄大、本当に今シーズンは対応されましたね。そうですね、変化球も強くて、まあ、ストレートも速いと、まさにもうドラゴンズのエースですので、はい、こうやって起用していきたいですよね。さあそして今日は一番打者に据えている長野の打球が左中間を襲っていきました。堀池さん、今日オーダー見てまして、先ほど坂倉キャッチャーの話出てたんですが、レフトはここ西川で来てましたよね。そうですね、西川選手使うこと多かったんですけども、今日は1番に長野選手を置いてますよね。はい、この辺りどういった意図を感じますか。そうですね、まあ、西川選手の調子が悪かったのか、チョロ選手の調子がいいので起用していると、まあ、そのどちらかだと思いますね。さあ2番バッターは菊池涼介です。非常に守備のいい菊池、ボールが2つ、ストライク1つで、これが4球目、3ボール1ストライクになりました。さあこれを引っ張って、おお、ショートよく追いついた。あと投げるのにちょっとタイミングが合わなかったか、セーフ。堀池さん、はい、今ちょっとボタンのタイミングですか。そうですかね、もうそれかランナー、三塁ランナーを一瞬見て、送球した間に走られたくなくて、はい、ワンテンポ置いてしまったら間に合わなかったという可能性もありますよね。さあノーアウトでランナーが三塁一塁、大きなチャンス、一塁ランナースタート、キャッチャーからの送球が行きますがセーフ、盗塁成功。走力 B の菊池が盗塁を見せました。それを操るのは伊勢加裕二です。今シーズン盗塁2つ目。さあこの3塁2塁の場面で打球はレフトに打ち上げました。レフトフライでアウト、しかしタッチアップには十分でした。3塁ランナーホームイン。まずは犠牲フライで1点を先制します。伊勢加裕二です。まずは1点ね。今シーズンこれが16得点目という6試合目の伊勢加になりますが、
まあ、この後攻撃に入る菅原がこの数字に比較するとゼロなんです。さあまずは犠牲フライで1点を先制しました伊勢海雄二、続くバッターは鈴木誠也です。ワンアウトでなおも得点圏にランナーを置いています。さあここでタイムをかけたのは菅原翔太です。まあまあそうね、まあ、これ佐伯さん一つ間ですよね。まあそうですよね、まあそうですねっていう言い方も今ちょっと、ね、私も今ちょっと突っ込もうかと思ったんですが、はい、自分で言ってて笑ってしまうので、ただここまで勝ちがないと言ったんですが、ここまで戦ってきた菅原の相手というのは堀池さん強敵揃いでしたよね。そうですね、運が悪いのか、まあ、強い選手とばかり当たってしまいましたよね。この伊勢かも当然キャプテン強敵になります。フォークボールをセンターに運んで伸びは今一つでした。センターライナー、しかしこの間に二塁ランナーがタッチアップ三塁到達しています。さあそして今日キャッチャーで非常に絶好調という坂倉をキャッチャーに持ってきました伊勢香です。まあ、あの4番にいつも相澤がいるというカープの何かオーダーを見てましたので、ここは2塁の横を抜けて、どうした菅原、そしてライトもちょっと守備がこれおぼつかなかった結果1点が加わります。堀江さん、今の守備一連ちょっと解説いただいてよろしいですか。そうですね、まあ、見ていた感じなんですけれども、二塁あセカンドの横抜けた後に菅原選手が画面から多分目切ってしまったんですかね、はい、それで抜けた後に気づいていた感じがあったので、目を切ってしまっている間にボタンを押してしまっていたみたいなプレーだと思いますね。さあ結果的にはこれライトオーバーでフェンスまでボールが行きました。2点が入ります広島東洋カープ1回の表。なおも二塁ランナー総力 B の坂倉を置いてバッターボックスは6番の堂林を迎えています。ナイスピッチのストレート、ワンボールワンストライクです。さあ続けてのナイスピッチ、この菅原の今シーズンナイスピッチ率というのは 65% でした。さあこれはシンキングツーシームライト前に運ぶ、二塁ランナーは三塁回ったところで自重します。さあここは佐伯さん無理はしませんでした。そうですね、今の、判断は非常に良かったと思いますよね。さあランナーが三塁に置いてバッターボックスは6番の阿部です。さあ初球という特殊能力もありますが、このハイスライダー外れてボール、まだその能力は残ったままストレートを打ち上げましたが、どうでしょうか、ライトがファールゾーンに入って掴みました。スリーアウト。しかしながらこの1回の表広島東洋カーブ伊勢海雄二が2点を先行しています。この2点を失った菅原、これから1回の裏の攻撃に入ります。佐伯さん、はい、先ほどご紹介しました、その前に e ベースボールプロリーグでは公式グッズが好評発売中です。詳しくは動画概要欄をチェックしてください。冒頭に菅原が今シーズンまだ得点を1点も取れていないという話をさせていただいたんですが、これその風穴を開けるためにはやはりメンタルですか。いやもうそれは間違いないですね。あの先ほど、堀池さんがおっしゃったようなね、コントロールミスなんかがねあったりとか、ああいうところでポンと、何かこの自分自身が隙を作ってしまっているので、そこをしっかりと埋めてね、1点取りに行ってもらいたいですね。まずはショートゴロに打ち取られます。菅原が戦った相手、開幕戦はタイガースの脇でしたが3安打。この脇というのはドラフトで5球団競合の脇相手に0対1で敗れています。さあ OB の荒木選手でしたがセカンドライナー2アウト、簡単に2アウトを取られています。さあバッターボックス2アウトランナーなしでアルモンテが入りました。まずはナイスピッチのスライダー、そして続けてナイスピッチが出ています。違うと本人声が出ましたが、ショートゴロ三者凡退無得点です。1回の裏の菅原の攻撃です。あのまた初回の攻防を佐伯さんご覧になっただけなんですが、はいはい、このキャプテン菅原の表情というのはどんな風に映ってますか。そうですね、何か、まあ、よく言う焦りというのをね、どこかで感じるようなところもありますけどもね、なんとか冷静に冷静にっていう思いで見てるんですけどもね、ちょっとその負のスパイラルに何か飲み込まれてしまっているような、それをね早くこのゲームでといいますか、おそらくこのレギュラーシーズン最後のゲームになるかと思います。まあ、よくねあの実際の選手でもあるんですけども、平常心っていう言葉でね、はい、惑わされてしまうんですね。あの平常心っていう言葉を予想ってしまう平常心にならないので、今のこの現状をしっかりと取り入れた平常心で言ってもらいたいですよね。さあここは菅原が全力ストレートを投げて打ち取ります。
実際堀池さん、はい、選手のその勝てていないっていうのはかなり重みになるもんですか。そうですね、まあ、特に点数が取れていないというのは点の取り方のイメージできないので、すごい、まあ、プレッシャーというか、まあ、自分の中で、まあ、厳しい点になりますよね。さあここは伊勢香の今タイム、うん、いやそうなんやけど、そうでもどの道さ、ここもここもここもあんまり使わんやん、ね、って思って、うん、じゃあかなり長いこと時間をかけています。ミヒアさんかな行くなら行くならミヒアさんかなという声がありましたが、うぐさで行きます。さあこのうぐさをここで持ってきたというのは堀木さん、どういった意図を感じますか。そうですね、うぐさ選手、弾道さんにパワー D、インコースヒッターとあるので、非常に打ちやすい選手になってまして、はい、まあ、それでここはワンヒット欲しいのかなという場面での登場だと思います、さあこれはセンター方向に強い打球、センターバックして掴みました。センターフライに打ち取っています。さあ打順がトップの長野です。かここまでは2アウトランナーがありません。いずれもこの2アウトは外野フライ、初球は外アウトローのストレート外れてボール1です。そしてストレート引っ掛けました、荒木さんの前、一塁に送ります。3アウト。さあここは中日ドラゴンズキャプテンの菅原がいい形で広島伊勢香を抑えました。0点です。あこの回の、菅原選手ちょっと楽しみですね、今あのいい感じいいリズムでね、はい、終えたんでね。さあここでうぐさを代打に出した関係でピッチャーマウンド藤井を送りました。さあ堀池さん、藤井ですがどういった能力がありますか。はい、145キロのストレートにスライダースプリット、はい、で球速安定という能力がありますので145キロに近い球が常に投げれます。まあ、あまりそうですね、プロリーグでも見ない投手なんですけれども、まあ、ここに起用してきましたね。藤井レイラは3年目で10月8日阪神とのゲームでプロ初登板が実際の世界ではありました。さあその藤井の能力を今菅原が、まあ、改めて確認をしているということになります。さあ2回の裏中日ドラゴンズ菅原の攻撃、うん、かなりこれカーソル揺さぶってますねさあまずはインコース高めのボールでついてきたんですが、伊勢香の投球同じようなところを2球続けて、そう2球で追い込みました。3球目フォークボール落としてきて、このボールセカンドゴロになります。菅原が戦った強敵という中では第2節奪三振王ベイスターズの大重相手に0対3で敗れています。このゲームではわずか1安打に抑えられたという菅原です。さあナイスピッチ、初球手を出してちょっと面白いところ転がっているぞ。ただこれは競争、守備の勝ち、2アウトランナーがありません。それから堀池さん、はい、菅原は交流戦に入って盟友でもありますオリックスバファローズ前田には完全試合やられてるんですよね。そうなんですよね、もう因縁の相手だっただけに、まあ、ショックは大きいでしょうね。さあボールが3つ先行してからカウント1つ戻しましたが、ナイスピッチの全力ストレートを打ち上げてしまいました。ショートが掴んでいます。やはり思い通りのこうバッティングをさせてもらっていないなというのが率直な印象です。この2回の裏ドラゴンズ菅原無得点に終わっています。2回まで終わりました。先制したカープ1回の表の2得点を持ってこれから3回に入っていきます。さあ伊勢香ですが、今シーズンは 80% 超えのナイスピッチがありましたが、これから攻撃、打率は3割1分7厘上げてきました。このゲーム前までは3割4厘でした。さあこれは引っ掛けました、ショート真正面。3番のピレラが打席に入ります。さあそしてこちらは菅原の表情とともに声をお聞きください。木下でつないでっていうのもあり、今木下でつないでという堀池さん声ありましたね、はい。まあ、木下選手は、まあ、使いやすい選手ですよね。まあ投げさせておけば、まあ、安定したピッチングを絶対してくれるので、そうですね、そういう点での起用だと思いますね。かなりパワープロではこういった形で系統で使われますよね、木下。そうですね、とても使いやすくて、まあ、154キロのストレートに、はい、大きなスプリットカーブ持ってまして、まあ、なんといってもこの伸び比、球速安定というの言ったストレートに強い能力がありますので、はい、まあ、そこのストレートに押していけるという点での起用ですね。
ドラゴンズに関する知識の量では誰にも負けませんと豪語する菅原翔太。当然リアルのデータ、それからこのパワープロでのデータ、すべて菅原頭入ってますよね。さあこれはバット折れました、ピッチャーゴロに打ち取っています。いや今のこれバットを折るぐらいの投球という、これちょっと解説させていただいて初めて見ましたね、このシーンで。堀池さんお願いできますか。いやそうですね、インコースの球とかをあえて、さあその間にかっ飛ばした、ホームランだ伊勢海祐二、お見事です。佐伯さん、はい、バットがへし折られた後に、そうですよね、印象を持っていった、ピッチャー、菅原選手とね、はい、それをしっかりと修正した伊勢海選手もね、ここでちょっと差が出てしまいましたよね。これ堀池さん、結局これバットの根元の方で打ったというようなことになるんですか。そうですね、折れた場合は、まあ、バットの根元の遅れた球とかをインコースで打つとなってしまいますね、はい。ただその後のね、佐伯さん、いやもう見事ですね、あの修正能力は見事ですね。これどうです、リアルでも、はい、まあ、例えばのファールが、ね、特大のあってその後ホームラン放つ選手がいるとかありますが、はい、バット折られてからのホームランっていうのは過去現場に遭遇したことありますか。あの、ね、個人ではあります。個人ではありますか。まあ、例えば私が、1打席目にバットって2打席目にホームラン打つっていうのはあるんですけども、その前のバッターがバットを打って自分がっていうのはあんまり記憶にないですよね、はいはいはい、なるほど、はい。さあ広島東洋カープ伊勢加ですが、3回の表鈴木誠也でのソロホームラン1点を加えました。得点が3対0に変わっています。堀池さん、はい、3点ビハインドになりました。心境的には菅原どうでしょうね。そうですね、伊勢加選手非常にピッチングいい選手ですよね、この3点は相当重い3点ですよね。これは逆方向でしたが、セカンドへの強い打球はライナーです。さあバッターボックスは加藤が入ります。さあここは菅原のベンチになりますが、遠藤を代打で起用します。遠藤一世です。さあ非常に足もあるバッターだと思いますが、堀池さん、パワープロでの能力いかがですか。そうですね、まあ、左バッターで、そうですね、走力 B と足のあるバッターですよね、まあ、内野安打の可能性もありますし、弾道さんにパワー D ありますので、まあそうですね、外野の頭を抜けた長打というのも期待できますね。さあボールをこれ高めのインコース気味、それから低めのボールは外と配球をしてきたんですが、今の配球はいかがでした、佐伯さん。いや、うまいですね。最後にね、抜きながら落ちていくようなね、フォークボールでしたよね。いや、何かこのテンポがいいですよね。さあ木下拓也をキャッチャー、ここで代打で送ります。まあ、このドラゴンズというのはアリエル・マルティネス、それからこの木下だといるんですが、今日は堀池さん、加藤だったんですよね。そうですね、盗塁をケアした結果、加藤選手肩とてもいい選手ですので、はい、まあ、その点での起用だったと思いますね。まあ、ですからこれ両チーム普段なかなかスタメンでは起用されないキャッチャーが今日のゲーム、まずスターティングオーダーで起用されたということになっています。さあ2-2からフォークボールをセンターに返す、この伸びどうだ、センターの場合、あー落ちた、フェアです。菅原が塁に出ます。しぶといバッティングだったと思います、堀池さん。そうですね、今のはもう守備側からすると最善の手で尽くして、まあ追いついたと思うんですけど、まあ確率で落としてしまったのかなという感じですね、はい。さあそしてピッチャーは菊池康則です。13年目の菊池を送りました。パワプロでは堀池さん、よく継投してきますね、この菊池も。はい、148キロのストレートにシュート、スライダー、スプリットと伸び B、球速安定とありますので、まあ、ストレートも強いですし、はい、まあ、この大きく落ちるスプリット、まあ、この2つがまあとても軸になっている投手ですね。さあ佐伯さん、はい、ようやく菅原に今日のゲームで初ヒットが生まれました。そうですよね、何かあのヒット、今打った瞬間のね、はい、安堵の表情といいますか、完全試合をされたものがずっとよぎってたと思うんですよね、あの完全試合当選ゼロに終わるわけですが、さあこれはセカンドゴロを一塁で送ります。スリーアウトです。まあでもその後の伊坂選手の、はい、冷静さというのが、出てますんで、ランナー出しても落ち着いてましたよね、伊坂、はい、選手が、ね。さあ3回まで終わりました。得点が3対0と広島東洋カープ、歌う恋のキャプテン伊勢海祐二がリードしています。さあ迷わずピッチャーの継投で祖父江大輔を送ります。最優秀中継ぎ投手も服と共に取りました。さあ残り2イニングですが、
佐伯さんに伺いたいのは、はい、菅原にどういったまずこれ投球を期待したいか、まあ、お願いします。そうですね、まずとにかくここが一番に、ね、先頭バッターはもう絶対出さないということでね、はい、先ほどから言ってますけども、なんとかこの自分がいいリズムで、攻撃を迎えれるような、守備っていうことをしてもらいたいんですよね。守備ピッチングなんかね、防御率が菅原現時点で 2.14 になりました。さあそして祖父江の能力を今確認しております。まあ、ですからね、あの小さいミス、小さいコントロールミスっていうのがね、コントローラーミスとかね、はい、そういうものがないようにしないといけないですよね。ナイスピッチ率もゲーム始まる前 81.3% とリーグ1位のこの伊勢香からどう菅原がヒットを重ねるかというこの後の展開になってきますが、伊勢香がここでさらに追加点を放っていくことができるかどうか、第5節の第2試合をお届けしています。さあ V スライダー一つここで変化球を混ぜました。2ボール2ストライク。さあ外のボールストレートでしたが打ち上げます。レフトフライにここは打ち取りました。一つ菅原も息を吐きます。さあこちらはカープ阿部のところですが、松山隆平をここで送ります。さあよく、堀池さん、カープの方ですけども松山がこの終盤にかけてね、リードしていてもそれからビハインドでも登場してくるんですが、これはサード下がりながら掴みました。堀池さん、はい、菅原としてはこれ松山を打ち取った、その伊勢香を打ち取ったというのはどうですか。そうですね、松山と選手はやっぱりカープの、まあ、代打の主力ですよね、まあ、ここを打ち取ったのはとても大きいと思いますね。さあ勝ち運の柳ということに堀池さんになりますね。はい、そうですね、柳選手勝ち運持っているのでここで登板と、まあ、ですけれども、まあ、先発適性しかない投手ですので、まあ、先生中継ぎでこうやって出てくると、まあ、少しだけ能力が下がってしまうので、まあ、そこをどう扱うかというところですね。ちょっと佐伯さん、はい、その適性を戻すといいますか、操作合わせるまでにねちょっと時間はかかると思うんですが、でそういう、ちょっとデメリットがあっても、なんとか次の回へつながるようにっていう思いで出してるんでしょう ね、その柳からピッチャー返してセンター前に運んでいきます。そしてラストバッターピッチャーの菊池康則のところですが、これ当然堀池さん代打でしょうね。そうですね、もうここは代打出してって、まあ、リリーフは他にもいっぱいいますので、まあ、追加点を取っていきたいかなと思います。はい、さあ今日はスターティングオーダーから外れていました西川です。調子は今日西川普通ですね。さあ一つ一塁に牽制球を送ります。さあこれは強い打球、一塁ベースを踏んで3アウト。4回の表菅原が伊勢香を抑えました。カープ0です。得点が3対0、変わらず4回の裏ドラゴンズ菅原翔太選手の攻撃に入っていきます。さあここまで本日ナイスピッチ率がなんとなんと 91.2%。 さあ佐伯さん、すごいですよね。先ほどから気持ちいい音がねずっとこのヘッドホン越しに入ってくるんでね、はい、防御率も 1.67 です。さあ堀江をマウンドに送ります。堀池さん、はい、この数字見せられますと今ちょっとゲームをしている2人にこの数字が入っているかどうか分かんないんですが、いやなかなか打てる気しませんよね。そうですね、 91% というのは非常に高い数字ですし、こうやって継投していって毎回ナイスピッチのタイミング変わってるんですよ。その上で、まあ、90% 超えというところがもうとてもすごいですよね。奪三振は1なんですが、しっかりと打ち取ってここまではヒット1本に抑えているという伊勢香。さあそして今堀江出したところでまたちょっと伊勢香の声聞きましょうか。どっちかなどっち、もう悩む。相沢かな、相沢から、うん、もう一回あるかな、相沢で打って、うん、回ってダイソー出してで石原に変える方がいいか、うん、さあ今キャッチャーのところ相沢そしてショート曽根というシート変更をしました。堀井さん、はい、見ててもノリノリなの伝わってきますね。そうですね、楽しそうにプレーしますよね、こういう時やっぱりもう怖いですよね。ナイスピッチしか出なさそうな感じしますね、はい。今悩んでたのは石原かというところですか。そうですね、石原選手がもう一回打順回ってくると思うので、まあ、そこを考えての、まあ、シート変更だと思いますね。さあこれは強い打球でしたがセカンドライナー打ち取ってバッターボックスは3番のアルモンテです。はい、わーこれも詰まった当たりになります。またセカンドに打球が飛んでいきました。ライナーの次はセカンドゴロ、2アウトランナーなし。さあここで
菅原がタイムをかける。一方画面右ノリノリなのは伊勢か。ここはまあ中立的なクラウンスタジアムになります。左方向打球ノーダー落ちそうだ。あーファールボール、わずかにレフト線の左、そして全力ストレートを打ち上げてしまいました。センター掴んで3アウト。1点が遠い菅原翔太、4回の裏無得点。やばいな、どうしよう。4試合終わった時点で20イニング得点がありません。これで24イニング菅原にとって得点がありません。さあそして5回の表広島東洋カープ伊勢香の攻撃、ここは抑えて最後菅原その攻撃へというお互いの譲れないイニングということになります。さあ田島がマウンドに送りました。堀池さん、はい、このパワープロでの田島どういった能力がありますか。はい、150キロのストレートに、まあ、スライダースプリットシュートと持っていまして、はい、なんといっても球持ち丸という着弾点が遅れる能力がありますので、まあ、ここが強みとなってますね。佐伯さん、はい、なんとしてもここは、まあ、少し菅原目線になってしまうかもしれませんが、ね、ゼロで抑えて、ね、なってしまいますよね。さあ一方伊勢香は今シーズンここまで3勝1敗1引き分けと5試合戦っての成績、まあ、これから攻撃に入りますがもう守備の方では言わんばかりのナイスピッチ率、はい、今日はもう 90% 超えというのは言うことありません。もう見事ですよね。まあ、それから打の方でもこれゲーム始まる前で3割は超えているという伊勢香です。あ、ですから冒頭にも、ね、お伝えしたようにやっぱりこの個人の、ね、はい、今後のためにも、ね、なんとかつながる、この先につながるようにっていうので、ね、伊勢香選手個人的にもちょっと応援してるっていうのもあるんですけどね。最後はスプリットを振らせました菅原、伊勢香振らされました。ワンアウトです。バッターボックスは菊池を迎えての投球。菅原ナイスピッチシュート、これはどうだ、ファーストジャンプ取れない、ライト線に運んでいきました。伊勢か出ます。さあそしてそのノリノリさは変わりません。伊勢か初球を狙っていました。そしてスライダー、これが大きくストライクゾーンから。さあ菊池はスタートを切っている、盗塁成功です。堀池さん、今タイミング的にはどうですか。ほぼ完璧だったと思うので、もうほぼ送球来る前にも決まってましたよね。さあ得点圏に伊勢香がランナーを送った。そしてセンターに打球、どうだ、センターバック、スーパープレー、よく取った、ランナー戻る、よく取った、ヒットでよくね。あ、ナイスプレー佐々木さん、よく取りましたね。いや本当にね、その前の盗塁でね、ちょっとノーマークになって、あ、ちょっと心の部分がと思ったんですけど、今非常に冷静な、コントローラーさばきでしたよね。ナイスプレー。3点ビハインド、まあ、本当にまあ、これが今シーズン最後の戦いというのも本人分かっていると思います。守備で見せました菅原翔太キャプテン。まあ、打った方の伊勢川選手も見事だったんですけどね。さあそしてスプリットを打ち上げました。ピッチャーフライに打ち取ってランナー残塁、無得点で抑えました菅原。悔しそうなのは伊勢か。さあ5回の裏菅原翔太の攻撃です。あ、もちろんもちろん。みんな勘違いして、ドラゴンズを日本に1に導くというのがこの目標でした菅原。ここまで防御率 1.61、 ナイスピッチ率はさらに上げて 93% まで上がってきました伊勢香雄士。もう我々がコメントするよりもそのピッチングを佐伯さん、はい、皆さんの目でお確かめくださいというところしかありませんね。このナイスピッチ率をね、堀池さん完璧に、打つにはどんなタイミングが必要なんですか。そうですね、もう球種をもうハリハリで、はい、もうストレートあったらストレート1本もうコースまで決めて打たないと厳しいかなというぐらいですね。はい、さあ最後はフランスはではなくクリアレンで、持ってきましたが堀池さん、はい、これ特にこれこの裏の攻撃あるとかではないんですが。そうなんですよね、クリ選手勝ち運という能力持っているので、まあ、いつもツアーウト時に出てくるんですけれども、今回は投げやすさですかね。なるほど、ナイスピッチがまたもう出せるという自信でクリ選手登板だと思いますね。伊勢香にとっては非常に使いやすいピッチャーということなわけですね。多分そうなんだと思います。もうあれですか、伊勢香選手はカープの選手のこのタイミング、ナイスピッチ率のタイミングっていうのはこれそれぞれ変わるんですよね。そうですね、ピッチャーによって違います。初球ストレートナイスピッチ、指が覚えてるんでしょうね。アウトロー、続けてフォークボール、今度はインロー、3球続けてナイスピッチが出ています。
これもう私も言う必要ないですね。そうですね、もうこの音でね、結局この打者に対しては5球連続のナイスピッチでした伊勢か。そしてワンアウト打ち取られました。菅原翔太ワンアウトランナーなし無得点ですが、今シーズン全てのゲームでゼロで終わってきた菅原にとって、なんとかスコアボードに1を刻みたい。そうですね、キャプテンです。そのためにもね、なんとかランナー出してほしいですね。これ堀池さん、はい、プロとしては2年目になりますが、キャプテンとしての重圧もこれ相当なものでしょう。そうですね、もうキャプテンとしてもそうですし、もう個人としてもうどうしても勝ちたい試合だと思うので、もう最後の最後まで諦めてほしくないですよね。ショートライナーに倒れて2アウトランナーありません。さあ逆境を持っている根尾をここで送ります。さあそしてピッチャーはフランスを送ります。佐伯さん、はい、まあ、お互いいろいろな戦いを今シーズン経験してきたんですが、はい、今シーズン最後のゲームということになりますからね、はい、まあ、でもこのね、伊坂選手なんかもね、こういう、チームの、目標っていうのはね、はい、ない中でね、最後まで全力で戦ってる感じは見えますよね。さあフランスを挙げまして、初球はこのハイスライダーが大きく曲がっていく、ナイスピッチ、ストレート打ち返して、これはライト線、どうだ、落ちた落ちた落ちた、出ます、菅原翔太2アウトランナーなしから執念のヒット1本まず出しました。いや見事ですね、ナイスバッティングですね。さあ今のね、これで今日のゲームでは2本目のヒットということになります。ピッチャーをね、左に変えてきた中でね、そうですよね。一昨日のカープ山本とのゲームで4安打を放ちました。これが今シーズンの最多になります。さあそして代打構成になりますが、阿部です。さあまずはストライク1、2球続けて全力ストレートは外れています、ワンボールワンストライク。さあ選球眼は菅原、しっかりここ見送って、さあどうだ、セカンド下がって下がっていく、これも背面キャッチだ、スーパープレーイ、試合終了。広島東洋、中日ドラゴンズ菅原勝利ならず、勝ったのは広島東洋カープ伊勢加雄二です。今シーズン伊勢加4勝1敗1引き分けとしました。最後のゲームを勝利で飾っています。お互いクライマックスシリーズ進出がない中でのゲームになったキャプテン対決です。ではインタビューです。伊勢加雄二選手、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、いいクライマックス進出が途絶えてしまった中での今日の一戦、どんな気持ちで臨んだんでしょうか。そうですね、可能性がないとは言っても、グラントレース大事な一戦ですので、もうそこは気を抜かないようにしっかり頑張りました。始まる前ナイスピッチ 81.3% ありましたが、はい、途中で 93% 超え、このあたり気づいてましたか。気づいてましたね、正直。で最終回ナイスピッチが出やすい堀江選手と栗選手で行ったんですけど、まあ、ちょっと最後やっぱり一番強いピッチャーで締めないとちょっとあれかなっていうのがあって、ナイスピッチ出すのはフランサー選手苦手なんですけど、はい、まあ、最後使ってそのせいで最後89に下がったみたいな。なるほどね。やっぱりそのあたりのナイスピッチに関してはこだわりというのは強いですか。はい、そうですね、まあ自分がプロになれたのはこのナイスピッチのおかげだと思ってるので、まあ、そこはまあナイスピッチよりも防御率が大事ですし、防御率よりもまあ結果が大事なのはもちろんなんですけど、まあ、どうしてもちょっとこだわってしまうところですね。見事な勝利でした、伊勢加雄二選手でした。お疲れ様でした。さあ一方敗れてしまいました中日ドラゴンズのキャプテン菅原翔太選手にもお話を伺います。菅原選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今日のゲームを終えて、そして自身にとってもこれが今シーズン最後の登場だったと思いますけれども、振り返っていかがでしょうか。そうですね、いやちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいですね。なかなかランナー出しても、まあ、これは今日のゲームに限らずなんですが、ホームが遠い2020シーズンになりましたね。そうですね、こんなに打てないとは思わなかったですけども、もうこれが今の実力なんで、もうまた来年この舞台にいられるかは分かんないですけども、まあ、またプロにふさわしい実力をつけられるようにまた練習して、また頑張っていきたいと思います。なんか今新井選手すごい泣いてくれてるんですけど、本当に申し訳ないです。ただ5
ご自身が勝利を取れなくてもキャプテンとしていろいろ時にはダジャレを言ったりしてこのチーム今シーズン盛り上げてきましたよね。そうですね、僕にできることはそれくらいだったんですけど、やっぱり結果でチーム引っ張れてるチームがやっぱり上にいっているので、やっぱり継続契約として残してくれた球団の方にもすごい申し訳ないですし、応援してくださってる方にもすごい申し訳ないです。あの伊勢香選手がこう話してました、はい、来年もこのメンバーで戦えるかどうかわからないと、そのあたりについては菅原さん、今シーズンも振り返っていかがでしょうか。まあ、そうですね、なんかこんなキャプテンについてきてくれて本当にありがたかったです。なんか最後まで不満言わずに、まあどこかで不満を持ってたかもしれないですけども、それでもそれは表に出さずにやってきてくれたんで本当にありがたかったですね。申し訳ないです。さあ、共に E クライマックス進出の可能性がない中で戦ったゲームなんですが、菅原さん、はい、まだあさってになりますけれども、カープとの戦いまだ残っています。最後岡久選手締めてくれますよね。そうですね、あの岡久選手今まで、まあ、自分から行きたいって言ったことはなかったんですけども、あの前回負けたことで、すごい悔しいからもう一回行かせてくれっていう、そんなこと言う選手じゃなかったので、その心意気を、まあ、託して最後なんとか勝って締めてもらいたいです、はい、なので私も、サポート徹します。はい、ではこの一戦をハイライトで振り返っていきます。さあ、ともに E クライマックスシリーズ進出がない中でのゲームになりました。佐伯さん、はい、まずゲームの入りからちょっと振り返っていきますけれども、はい、どんな風に映りましたかね。そうですね、先頭バッター、2番バッターと塁に出て、すぐ盗塁でチャンスをね、大きくチャンスを作って犠牲フライでこれ1点取りましたよね、はい、でこの後の、鈴木選手がセンターフライを打ってランナーを3塁に進めたっていうのが、私はこの、今日の試合の中で一番大きかったかなと。それが次への、相手に与えたプレッシャーというのは大きかったと思いますね、はい、これまずゲーム頭でまず主導権を取ったという伊勢君が、その後ピッチングで見せ続けたという、そんな感じですね、最後まで ね。さあ、堀池さんは今日のゲームどんな風に映りましたか。そうですね、伊勢香選手がもうナイスピッチバンバン出して、もう1点でも取れば勝てるんではないかなというぐらいのピッチング出したので、もうそうですね、もう伊勢香選手のピッチングの勝ちといった試合ですよね。さあ、結果的には菅原選手ホームが遠く、このゲームを制したのはキャプテン対決、広島東洋カープ伊勢香裕二選手でした。試合終了。広島東